皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。ゆいちゃんがいつもレッスンをしている赤坂にあるマイゴルフレンジに来ております。今回はゆいちゃんのインスタグラムでゆいちゃんがフォロワーさんにどういうことで悩んでるか質問をしてくれて、その質問に沿ってレッスンをしてもらいたいなと思います。じゃあゆい先生のレッスンしていきたいと思います。よろしくお願いします。この動画ではつま先下がり、前回の動画はつま先上がりを教えてもらったんですけど、今回はつま先下がり逆ですね。ゆい先生お願いします。つま先上がりの時と逆で、次はボールがちょっと遠いので、自分の体の重心を下に下げてボールに近づくようにします。普通に構えるとこう、それを前傾を深くして構える、こういう構えになっちゃう。突っ込む形になっちゃう。じゃなくて、自分の膝を曲げて重心を下げる。普通の時はこうしたら、こういうふうに下げる。なるほど。こう椅子に座る感じかな。体を曲げるんじゃなくて、重心を下げる。はい、で、つま先下がりの時は手打ちになりやすいので、重心下げることによって、いつもより体重移動ができなくなっちゃうから、こういうふうに手打ちになっちゃうので、番手も少し上げてほしいっていうのもある。で、これつま先上がりと逆で、次ちょっと右に飛びやすいです。普通になってます。で、ここで気をつけてほしいのが、多分逆球が出るっていう人が多いと思うんです。要は捕まるボールになって、つま先下がりで右に飛びやすいはずなのに、左に飛んじゃう。それは手打ちになりやすい分、手首がこういうふうにこうバンって返りやすくなっちゃう。そのせいで逆球が出るっていう人が多いと思うので、できるだけ打つときに手首があんまり返らないように意識する。こういうふうに打つ、手打ちでもこういうふうに打つっていうよりかは、あまり返らないように振り抜くイメージ。ちょっと打ってみます。ちょっとスタンスも広めに取ってもらって、ちょっと短く持って、で自分の膝を曲げて重心を下げる。で、 できるだけ膝の高さが変わらないように。膝の高さが変わっちゃうと、こうなったりとかこうなったりする。で、膝の高さが打ち終わるまで変わらないように。結構ちょっとまっすぐ飛んでるんだけど、まっすぐうまく打ちました。ちょっとまっすぐこれは今手で返しちゃったっていうことですね。こういうふうに打っちゃうと、今みたいに打っちゃう。右にね。なるほど。私は多分得意なで、あんまり考えてなかったんだけど、なるほどなって思います。だからちょっとつま先上がりと逆なところもあるけど、つま先下がりの方が多分苦手な人が多いんじゃないかな。そうね、確かに。じゃあじゅんちゃんに打ってみますか。近く持って重心。つま先下がりの時は、つま先上がりの時よりかは短く持ちすぎなくても大丈夫。ボールが遠い分、ちょっと左向けるのね。あ、触った。これも結構まっすぐめに飛んだね。今まっすぐめね。こうすくっちゃう癖はあるよね。ちょっとすくっちゃうよね。そうだね。うん、いいね。こんな感じ。そうだね、右で。なるほど。改めて聞くとなるほどって感じがします。気をつけるところだけ気をつけてもらったら、傾斜からでもピンを狙いやすくはなるかなっていう感じ。はい、ということで、はい、またこれです。つま先下がりは重心を左に行きやすい、右に行きやすいから、右に行きやすいし、左をちょっと向いて、で自分の膝を曲げて重心を低くする。する、前傾を深くするんじゃなくて、はい、重心を下げて、うん、でいつもよりちょっとワイドスタンスで、はい、手首が返りすぎないように、うん、こういう感じ、こういう感じね、囲む感じで、ということで皆さんゴルフ場に行ったらぜひトライしてみてください。